はい、こんにちは。スプレーアートでのべるちゃんと、はい、梅ちゃんでーす。日本のお菓子は、メキシコ人にあげて、食べさせて食べさせて、反応を見たいと思います。で、ちなみにね、このお菓子は一番ランク1の、そう、外国人人気のお菓子なんだって、ナンバーワンっつだ。ナンバーワンだって。あー、でもこんな感じ。みなこ棒、見た目はね、ちょっとまずいかな。いいよ。じゃあベロちゃんが食えるのか、まず。あたし？あ、ベロちゃんがまず食えるのか。はい、きなこ棒。うおー、食べれるけど、おいしくない。まあ、どこまでおいしくない。ということで、今日のゲストはベロちゃんの家族の、誰、はい、紹介して。どこ？はい、バレンティンさんと、はい、マイデリさん。ベロのいとこね。いとこ。きなこ棒。きなこ棒違います。山津山？きなこ棒。オッケー。どうかな？どんな良さを？味がない。マサパン、なんかメキシコのお菓子。あ、そう。マサパン？マサパン。全然味がないって。ああ、そこまでなんかめっちゃ美味しいって感じだよね。そうだよね。トップ1って感じだよね。何食ってんの？メキシコの。はい、食べ物。メキシコ食べ物食ってんの？日本のどう、日本の食べ物食べたらどういう反応っていう時にお前はメキシコの食い物食ってんの？勝手にメキシコのあれ。ペケロタ、コメアキー、エサパンテ、アリバアリバ。ナ、コメ。コメ、エサパンテ。バナナ？バナナじゃない。パンコンドルセ。あ、ピカンテ。ピカンテ。え、辛くない？あ、辛い。ピカンテ。どれピカンテや？ピカ。なんで俺の動画になってるの？ボーナスみたいな。ボーナスみたいな。俺が壊せてばっかだからお前も食えみたいな。うん。おお。おいしい。おいしい。きなこ棒おいしいって。ということでベロちゃんの家族でした。はい、アディオス。アディオス。アディオス。おいしい。はい、アディオスアミゴス。お父さん。はい、ということで、毎日楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。はい、じゃあまたね。またね、アディオスアミゴス。